獣人雪男、獣人雪男、獣人雪男は、1955年、昭和30年8月14日に公開された、東方製作の特撮映画、モノクロ、95分、スタンダード、同時上映は、初恋3人息子。ゴジラ、透明人間、ゴジラの逆襲に続く、戦後の東方特撮第4作、原作者、制作者、監督、 出演人、特撮など、ゴジラと、ほぼ同一のスタッフにより制作されている。ゴジラの制作当時から、S 作品の課題で企画が進行しており、1954年10月に、香山茂による、検討用台本の完成を経て、ゴジラの公開後には、アルプスの雪男のタイトルで、制作決定が発された。しかし、ゴジラの大ヒットを機に制作本部長、 森岩尾の指示で急遽制作が決定したゴジラの逆襲の撮影に特技監督のつぶらや英イが洗練するために制作は一時休止されその間に監督の本大次郎もお援さんの制作へ移ったため両作の完成後の1955年6月に撮影が再開されたアメリカではハーフヒューマンまたはザ・ストーリー・オブ・ザ・アボミナブル・スノーマンのタイトルで公開され DVD も発売されているが、ストーリー自体は、ジョン・キャラダイン演じる、アリカ人の生物学者、ジョン・ライバーン博士が、日本でこんな話があったと説明するというものになっている。そのため、シーンが追加撮影されている、子供の雪男の死体を検出するなど一方、原点の本編が一部削除されている。日本アルプスで怪事件に遭遇した、経内山岳部のメンバーは、 駅の待合室で取材に来た新聞記者にその不可思議な体験を語り始めた。冬山に挑んだ境内山岳部であったが遭難者を出してしまう。その捜索のために翌夏、再び日本アルプスを訪れた飯島隆史や竹野道子らは山中にキャンプを張って遭難者を探していた。時を同じくして動物ブローカーの大場という男が 雪男を探すため山岳部の跡をつけていた。そんな中、雪男を発見し、その後を追っていた飯島は、大場トルに見つかり怪我を負わせられる。彼を助けたのは、作刀に出会った山村の部落の娘地下だった。だが、よそ者が入り込むのを嫌う部落の人々によって、飯島は断崖に吊るされてしまう。その時、飯島は、普段の雪男に助けられたのであった。 しかしその後、雪男は、子供もろとも、大場トールに捕らえられ、子供は殺されてしまう。雪男は怒りを爆発させ、地下の部落を壊滅させるなど大暴れを始める。雪男の造形にあたっては、各種エンジンの資料で裏付けを取って、リアルさを追求し、特技監督のつぶらやは、単なる怖がらせのためのものではないと自信を持って言える、ものだと自負している。 雪男のぬいぐるみの造形は、当初、大橋支店が中心となって行われ、巨大さを表現しようと足元を高げた式にしていたが、危険であるために、取り留めとなった。顔面は、数回作り直されたが、約半年を費やした果てに造形チーフの都市密、堤造によって制作された顔面が採用され、胴体も、八木幹事や八木光営によって、子供の雪男ともども作り直された。 また、下半身のみの着ぐるみも作られた。大橋の雪男は牙を剥き出した凶暴そうな顔つきが特徴で、都光の雪男は口元の下がった穏やかな顔つきをしている。全身の体毛にはヤギの毛が植え付けられている。顔面はスーツアクターを担当した相良三四郎のライフマスクが石膏で肩取りされ、演技者の表情に連動して動くように工夫された。 佐ガは俳優建造系技術者だった大橋支店の芸名でもあるが当時の東方ニュースではスーツアクターは全国から巨人コンクールで選んだ日本一の巨人と宣伝されなお後年に開設されたホンダの公式サイトではスタジオで撮影された写真にコンクールで選ばれた佐ガラ三四郎が噴する雪男と表記されているただ 長身の大橋が自ら制作した雪男を試着している現場写真は現存しており、東方ニュースでは、佐良は美工の出身で渡辺明の助手も務めたとあり、大橋の経歴と一致している。また、佐良がロケ先の宿でマスクをつけて、仕事をしているのを見た女中が悲鳴を上げて腰を抜かし、ちょうど泊まり合わせた、剣道三段の猛者に散々な目に合わされたとの逸話が、 渡辺明によって語られている。ロケは日本アルプスの白馬で行われた。撮影現場では雪男の巨大感を出すため、川内桃子を小脇に抱えるシーンで小役を使ったが、河内との体格の違いが一目瞭然でうまくいかず、津村山崖を登る雪男などを一部マ取り、ストップモーション撮影している。屋外でのコマ撮り撮影もされたが、 日光の動きを計算していなかったために背景の樹木の影が移動し不採用となってしまった。公開当時ゴジラより強い雪男というフレーズで雪男がゴジラの逆襲に使用されたゴジラのぬいぐるみと対峙している宣伝用スチール写真も撮影されている。テレビ放送や完全な形での本編のビデオソフト化は一切行われていない。 ただし劇場での上映は可能で、近年でも名画座での上映が行われている。1997年6月には、東芝 EMI からサウンドトラック CD が発売されたが、廃盤。2016年12月に、シネマ、ンレーベルより再発が行われた。収録内容は同一だが、一部音源のデジタル修復を施している。1998年8月には、 東方の協力を得たとするメーカー、グリフォンから、本作と同じく、ビデオソフト化が自粛状態にある、ノストラダムスの大予言と、同時発売で、音声のみを収録したドラマ CD が発売された。すると間もなく海賊版ビデオが出回り始めた。ドラマ CD の発売元との関連を指摘する声も、あるが、真相は不明。1984年に発売された。 東方特設映画のダイジェスト集、ビデオ、東方怪獣、SF 大百花6、VHSβ、1997年に LD ボックスとして、発売には10分間のダイジェスト映像が収録されており、唯一公式な形で、本編映像の一部を見ることができる。予告編は1980年代に発売された、歴代東方映画の予告編集ビデオ、 特撮グラフ T1VHS ベータ版が発売に収録されている。1993年に竹書房から発売された東方特撮のモーラボンゴジラ画法及びその改訂版ゴジラ画法第2版では本作が紹介されていたが本作とノストラダムスの大予言のビデオが流出した後1999年に改訂されたゴジラ画法第3版では この2作品の紹介部分が削除されている。香山茂自身の手により、ノベライズが小説サロン1955年8月号から同年10月号まで連載された。単行本は、投稿者より同年9月20日発行。単行本収録の際に付された前書きは、映画原作 S 作品検討用台本中の雪男に関するメモからの流用である。ノベライズでは、 滅びゆく生物である雪男が人間の女性を誘拐して繁殖を見るが彼女を死なせてしまう結果に終わるといった映画にない描写がある。ティム・バートン監督のエド・ウッド1994年でマーティン・ランドを演ずるベラルゴ氏の生前最後のショットにおける背後にハーフヒューマンのポスターが貼られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。